はい、こんにちは、マリモです。人痘とは結晶版だ。シャツだよ。警報だよ。ということでやっていきたいと思います。ゴールドドリンク、アイテムは使わない傾向で、ほうほうほう、そういう考えらしいぞ。返答ゼロ。使わないじゃなくて使い方が分からない。兵法は黙ってる。そっちにしか補正がかからない。サーティーン、やった、俺の推し。ミスターサタン、あっちはかなり不利だぞ。なんで、コインの枚数が少ねえからだ。コインの枚数とまずスタートって言うんですか。あそこに吉村がいるぞ。吉村仲間にしときたいね。よし、ルイージはじゃああの宝箱付近でクッパジュニアを邪魔して、マリオはひたすら前へ進む。止まるんじゃねえぞ、前へ進め。モグラが担当してるらしい。やるじゃん。スターマスにようこそ。え、待って、モグラ今回ジャッツ。ゲットしよう。やったぜ。チョロプーさんやりますね。スターやりますね。モグラ今回ジャッツ？ジャッツだからこうなってんだろうが、おめえこの野郎。ゲッター。ゲッター。なんかレイカに抱かれてる。決勝だね。まあこっちの方が有利なんだけど。いやまだ有利だからお前を有利こけられるんだよ。有利か。有利かってなんだっけ、俺数学苦手。分母のルートを取ることそれだ。じゃあ融和政策。わからないかい。融和政策わかんない。マジか。え、マジでこれってさ、逆走できないってことだよね。逆走できんじゃないのかって、この逆走できないすごくなんてあるわ。っていうか、すごく逆走できない。アイテムあるの？いっぱいあるじゃねえか。お前、出しキノコとかいいじゃねえか、お前、この野郎。お前、走ろうぜ。走る、俺たち、走る、走る。ちょっと飛ばしてくぞ、デイジーサイクロじゃ火力が足りねえ。ルイージーつけ、ルイージー。もうそうだ。あー、1位です。アイテムなんかいらねえよってね、この野郎。あ、そうですか。あ、そうですか。あーおめえ何一出してんだよ。あなたでしょ、出したのは。おめえ俺リモコン持ってねえっつってんだろ。この野郎よ。くそ、あいつ戻れないよな。おい、どうすんだよ、いいじゃないか、この野郎。いや、バッタンね。バッタンだ。人違いで。お前、バッタンに交渉してこい。俺がバッタンに交渉しに行く。じゃあ、俺こっち。もう、犬ごろく使うのやめて。笑っちゃうから。あ、じゃあ、ルイージ、宝箱狙えるか。偉いな。じゃあルイージ。まあ、人のもの横取りしようっつってんのかも、この野郎。なんか言えよ、おめえ、この野郎よ、おめえ。ああ、お前、取られたの、もう。あ、諦めてよかった。くそ、誰が鍵はどこだ。お前、鍵探すの、この野郎。家だとは、お前。勝利する方が大事だよ。あっち、こっち、フルーツ。何それ。これ二人同時に操作するのムズくねえか。死んだら言ってんじゃねえぞ、お前、この野郎。おめえがやらなきゃ誰がやるんだよ、もうこの野郎。お前、勝ちたいんだろ。いや、大丈夫ですか。上の方が有利。大丈夫ですか。大丈夫ねえよ、そっか。俺はマリオを主として操作すればいいのか。そりゃそうだな。
そりゃそうだよ。だってマリオのが有利なんだよ。思えば悲しい男じゃん。で、KJ の邪魔をすればいいと。オッケーオッケー。何十年もの間、ネットの海に遡るもの。法にはなれず何も得ず。真ん中に落ちてきたやつは全部取れ。あれはちょっとダメだよね。集中するぞ。集中するぞ、メタレンジみたいなのかな。当たり前だろうがね、この間。集中しないでどうすんだよ、この間。おめえ俺も動かせって言ってんだろ、この野郎は。メンゴー。メンゴーだと、もう誰に向かって口切れたの？動かしてんじゃん。おー。ほどほどに。ほどほどかよ。本気だろ。あ、あぶれ。おめえ何スタン食らってんだよ、この野郎。イスタンブール。イスタンブールだと思う。どうやってんだか、この野郎。おめえよ。嘘。今度は二人で操作するの不利です。二人来たの？これ使いに行った。やったぜ。イエーイ。終わったよ。やっちまったな。このカレー返すぞ、ね、答えは。はい。はいだと。もっと気の利いた感じできないのかもな、この野郎よ。はい。はい。おー、いい、いい、いい、この野郎。行くぞ。あー。まあ、ファーストなんでね、まだ。まあ、余裕ですよ。行くぞ、お前。余裕っしょ。勝つんだよ。勝つぞ。勝てなかったらどうなるか分かってんのな。とんかつ。とんかつだぞ。なんてんじゃねえぞ、おめえ、こんな野郎。希望の花。やったぜ。僕のサポートだ。クソサポートだな、あれ。いられえな。言いやがったな。てめえ、ヘイフを舐めてんじゃねえ。鍵あんなところにあったわ。鍵あんなところにあったわ。道分けてくれ。トスターにて。よし、運がいいぜ。あ、カロンもできたらカロンも回収して。この鍵どこだ。あ、さっきの鍵。さっきの鍵。いや、鍵がいるなんて聞いてねえな。よし、行くぞ。誰に向かって口切ってたこれ。誰今の声。ルイージサイコロ間違えたかもな。あ、進まねえのか。あ、ああいいわ。7、微妙。マリオは突っ走るしかねえな。で、ルイが。ラッキーマスに行ってもらうか、ルイージは。とりあえず、突っ走るんだ。もう突っ走るぞ、もうこの野郎。まっすぐ突っ走れ。ラッキー、スマイル、イエーイ。やったぞ。じゃあ、どんどん使っていこうぜ。俺、薬なんかには足りとく。なんでドーピング。ドーピング。美味しいパンケーキ。俺は甘いもの嫌いなんだもん、この野郎。ん？誰？誰が言ってんの？絶対なんだよ、おめえの相棒。こっち有利だろ。有利か。ごめんね、俺有利化してない。有利化楽しくね？おめえチンタラしてんじゃねえぞ、この野郎。俺腹減ってんだよね、この野郎。1枚ぐらい残せよ、この野郎よ。行きますか。行け。おめえよ、おめえ、俺腹減ってんだ、おめえ。聞こえなかったのかも、この野郎。腹減ってつったのかも、この野郎。ごめん、無理、俺には無理だ。無理じゃねえよ、おめえ。腹減ってつってんだろ、おめえ、この野郎よ。ガチするぞ、おめえ、この野郎。はい、すいません。すいませんじゃねえよ、おめえ、この野郎。すいませんだ、そんな。今、お前、すいませんつったのか、おめえ。もっと謝り方あるんじゃねえか。ゼロ割じゃねえか、お前よ。食えねえ、食いたいよ、俺だって。甘いもの嫌いだけどよ。ほんま。笑ってんじゃねえよ、おめえ、これ何がおかしいんだよ、これは。おめえ、俺が物食いなのかおかしいのか、おめえ、この野郎。だって細胞でしょ。細胞だと、おめえ、この野郎。
最後か。正論を言ってしまったつい。レカ、多分左行った方がいいぞ。どっちでもいい。あ、でもできればあの悪い以上の熊にしてほしい。まあ無理だと思うから左行った方がいい。サイコロ振って、はい、あの紺色の。相変わらず面白いチームだよな。ダメだな。すごい。ヘイホーが仕事した。私この先に進みたいの。あ、そうだ、後ろ側なのか。さっきバカなことやってたらしいぞ、あそこのチーム。つっくな。神妙丸。大丈夫この野郎。あ、疲れてきたな。さっきのやつ食いたかったな。おめえ薬なんか使うのかお前この野郎は。いや、こっちの方が確実性高いんで。確実性とかどういうとか問題じゃねえんだろ。今人道だもんこの野郎は。先生と勝負できないのかお前この野郎は。はいはいはい。いや、ルイージは間に合わないから今。薬使わねえっつったの。いや俺は使わないっすよ、相手に使わせるんです。おめえそれ使ってるってことじゃねえかおめえこの野郎よ。おめえどうしてくれんだおめえこの野郎。おめえ俺の金どれだけ引くかおめえこの野郎は。はいはいだとおめえはいだとおめえ今お前はいって言ったのかおめえ。ふざけてんじゃねえぞおめえ。ふざけても大変じゃないかこの野郎は。よしキュー、キューじゃねえよ。ラキューロールヘイヘイヘイ。ツイッター、おめえ薬の力使って勝ちてんのか。うん、うんだって。おめえ、あーもうおめえに呆れ果てたよ。こいつ汚ねえ。もうおめえに呆れ果てたよもうこの野郎は。よしこれでいいでしょう。あざーす、賢さならナンバーワンだ。まあ任せておけよ。嘘つけ。ボヨン、マイナス3だって。賢くねえ。役がね。悪いイージー。わあ。悪いイージーじゃない。悪いイージー。いや、なんだこの野郎。ラグラグ。一つ。ヘイホーだよ。奪ってこう。ヘイホーだよ。まさかね、強盗とかで済まちゃねえか。この野郎。説明見る限りあの強盗しか打ったな。これ後ろ。決勝版って味方なの。決勝版って味方なの。おめえの味方だよ。あ、これ俺有利じゃね？有利かだろ。はい、始めるぞ。よし、行くかみたいなやろ。おめえもっと綺麗なかめこの野郎。おめえ負けちまえじゃねえかおめえこの野郎よ。おめえおめえふざけんじゃねえぞおめえ。やるじゃねえかおめえ。まあ、この見方じゃ勝てるかな、お前。むしろ負ける方がおかしいよ。これ負けたら、お前、どうなのか食ってただろうな、これ。やるじゃねえか、この野郎。なんだろ、これ、ツンデレ？ツンデレだった、お前、この野郎。ふざけんな、もう、大概にしとけよ、お前。大概にせいよ、大概。飽きてきた。飽きてくて。ということで、今回ね、ここで、ん？何かが起こるようだ。最終パートで。まあ余裕ですね。まあ僕の方が今その目は死んでる。バッタン、やっぱりマリオチームの勝ちだ。なんとなくな。よし、これで勝利だな。あ、ワープボックス、チームメイト、いらない。俺勝手に呼び出すんじゃねえぞおめえこの野郎よ。呼び出すに決まってんじゃん。なーに、これどういうことだ。お、カメックがドッキリマスをパワーアップ。
おお、スーパードッキリマス、止まってもらいたいね。てか逆にこれに止まるやついんの？自分から。お、ワリオ追加。じゃあ、ということで、一旦ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。では、さよなら。じゃあな。